みでーす。みでーす。あみあとみーでーす。はい、どうぞ。伊藤です。こんにちは。伊藤さんと、まあ、改めて紹介しますけど、あみさんの旦那です。です。こんにちは。とても幸せです。今日はですね、台湾人の皆様に、今、改めて伝えたい、まあ、日本の変わった、そして偉大な犯罪者3人というところで。3人なの？パパ活女子、リリちゃん。うん、まあ、パパ活界の女帝、2022年ぐらいかに一人の女の子が捕まるわけですよ。詐欺幇助の罪で捕まるんですけど、うん、まあ、あの頂き女子リリちゃん、パパ活界の女帝ですよ。今まで1億円以上、うん、その男性から、うん、まあ、リリちゃんの言葉を借りるとおじです、うん、おじのことおじっていうのから、まあ、いただいていたというのが詐欺幇助の容疑で捕まるんです。彼女はこうマニュアルを作ってそれを販売していた。そのマニュアルを使った女の人が、まあ、詐欺というか、それで引っ掛けようとして、まあ、詐欺じゃないかで元をたどったらっていうもので、そうなんです。そのマニュアルってちゃんと読みましたか？読んでないです。僕ね、あのね、まだね、ネットの奥の方に落ちてて、新書3冊分ぐらいのめっちゃすごい量の分厚いマニュアルがあってですね、これ僕今回ちゃんと全部読んできました。もういただける、いただき男子、いただき男子伊藤ちゃんなんで、もう気持ちはもういただき女子のマニュアル全部落とし込んでて、このマニュアルに全部見たんだけど、リリちゃんの凄さみたいなもの全部詰め込まれてて、マジですごいんですよ。直接パパ活を指導してもらえるっていうのもあって、いくらだったの？2万か3万ぐらいでまず買える。安いのよ。膨大な量あったんで、ちょっと要約をしてきまして、数々のいろんなマーケターが分析を試みてるぐらい優秀で、しかもそれをパパ活女子やる子ってやっぱ学力があんまりなかったりする子もいるじゃん、うん、その子に分かりやすいように絵文字とかを使って誰が読んでも分かるようになる。さすが。でもまあ3部作、リリちゃん魔法完全攻略マニュアル、頂き女子の参考書、みんなを稼がせるマニュアルの3部作になってるんですけど、すごい、でもタイトルもいいですね。タイトルもいいの、誰でも読めるでしょ、うん、でリリちゃん曰くお金をいただくまでは4ステップある、うん、まずはおじの選定、どんどんおじに行ったらいいんだ。大事そう、大事そう。いわゆるなんだろう、海外でパパカってシュガーダディって言うんだけど、うん、シュガーダディっていうさ、うん、金持ってるおじさんにプロっぽい女がいて、うん、愛人みたいな、うん、リリちゃんはそこでは勝てないと判断するわけ。でもやっぱ確かにね、こういうやつ、こういうやつでセクシー、そう、あの単純な生まれ持ったもの、そうで、容姿ではリリちゃんはあんまり美人ではないんです。確かに。なんでこれは勝てないと判断して、うん、まずおじを3つに分類する。ギバーおじ、テイカーおじ、マッチャーおじの3つのおじに分かれる。つまりギブとテイクとマッチするおじ、うん、でこの概念っていうのは、そのテイカーとギバーとマッチャーと言葉はペンシルベニア大学のアダム・グラント教授が提案してる概念、映画の教科書も持ってるんだ。テイカーっていうのは要するに、あの欧米でいうシュガーダディパパとか、そうやらせろとか、俺と今からこういう愛人になる、こういう人は私には勝てません、やめましょう、自己本位のオジです、切りましょう。で狙うはギバー、尽くしてくれることに喜びを感じる。特徴は趣味がなくて恋愛が経験が乏しくて自信がなさそうなオジにします。でマッチャーはそのギバーの予備軍なので、これは切るか切らないか、まあ、悩みどころですね。なるほど、めっちゃ賢いなと読みながら、はあはあはあ。次は自分のキャラ設定です。いわゆるインスタグラムで派手派手で海外に行ってますみたいなのは、これね、ギバーおじはビビってくる、ちょっと距離感感じちゃうもん、ね、そう、清楚、俺なんてってすぐ思っちゃう、俺なんか無理じゃんよりもまず清楚である。だから清楚で可愛いファッションしてるんだけど、で男性経験も乏しそう、でもおじの前では話せちゃうみたいな感じのキャラもういただき男子や伊藤さん、伊藤おじの前だけでは話せちゃう。違うんですよ、伊藤さんイケメンっていうこと時点でアウト。確かに、なんかもうバレてしまう。それでもう一つ、二つ目がかわいそうだ。でも確かに彼女は親父はかわいそう、かわいそう。例えば借金がある、親の暴力を受けてる、うん、学金があるとか、まあ、要するに金に困っているだとか、うん、病気の親がいるっていう、もう始まってるんですよ、もう仕組みは始まっているわけですよ、うん、で三つ目が夢に向かって頑張ってる。私は決して散財するために風俗で働いてるんじゃないんだよ、
学校に行って そうだけどねそうなんだよ、結果そうなんだけど散財するために行ってるんじゃなくて、そのやっぱり資格を取りたい、なんでかっていうと、おじと一緒にいたいからだろうっていうのが前提になる。それはそうやっぱ必要なんですよ。 あなたと一緒にいたいけど入れない、だって借金があるものっていう、この下ごしらえ、下味の付け方。でも借金があっても一緒にいろよっていうのは定価、定価はそうダメです。全然慣れてない。もう俺も本当に私ダメだ、もういただき男子なんですぐ分かるわけですよ。でいよいよここが一番肝になる信頼関係の構築、はいはい、その特別感の演出、うん、どうやってですよね、これすごいんですよ、うん、まさにここの工程ではおじに、あ、俺がいなきゃこの子はダメになっちゃう、俺が支えてあげなきゃって思わせる工程になるわけですよ、うんうん、でそれがまず自己開示、まあ、つまり学生時代の話だとか、まあ、自分のリアルな詳細な部分っていうのをちゃんと、まあ、あの設定を つけて、うん、あなたにだけ特別に おじには言っちゃうんだからねっていう感じで言う。あ、そう、続いてが、まあ、お金目当てに思わせない。例えばどうやって、はいはい、わかります。将来はおじと田舎の方で暮らしたいなとか、私って月々生活費5万円あれば生きていけるんだよねみたいな感じで、お金がかなり素朴な女だよっていうのをアピールする、うんうん。最後のとどめになるのが未来型の色恋営業。例えばね、よくあるのは、一緒に旅行行こうよ、全然ない。一緒にディズニー行こうよ、全然ない。おじに刺さるのは、一緒にディズニーに行ってミッキーのカチューシャをつけたら絶対似合うと思うから一緒に買いに行こう、買いに行けたらいいねっていうところまでリアルな未来を見せてあげる。そうすると人間の脳ってあれ想像しちゃうんだ。想像するわけじゃん。一緒に行ってディズニーランドに入ってミッキーのカチューシャをつけてってなってくると、だんだんその情景に脳やっぱ自分が執着していくわけ。それを実現したいって思ったところで、リリちゃんの最後のいただきの工程に入るわけですよ、うん、あー、でもこの4と5結構やってる。え、仕事相手ですよ。あー、なるほどね。そう、常に誰かに自分のリアルの情報をちょいちょい出して、例えば誰かにそう売りましょうとかじゃなくて、具体的にと何かに何をしてとっていう。リリちゃんでも仕事、あ、でもダメだよ、あの私もちょっと低下気質があるもんね。そう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 。いざいただく段になると、まあ、悩みを打ち明ける。どうしよう、闇金とか行こうかな、もう死んじゃったらいいのかな私っていうと、最初じゃなくて、そう、最後、まあ、ここまで来て、あ、いい子やなって、最後おじは思うじゃん、おじ思ってる、うん、そこでもう私なんていなくていいのかな、闇金行っちゃおうかなとか来ると、おじとしては、まあどうしたの、そしたら、あ、ごめんごめん、一旦引くの、一旦引くんだ、ごめんごめん、なんでもない、本当に全然、大丈夫だから、一旦引くも大事。まだ言わない、まだ言わない、まだ言わないよ、まだ言わない、誘ってんのよ、おじを。で、もう一回今度聞いてくんの、おじって大体、うん、そうだね。で、やっぱりどうにもならずに精神的に辛い。で、いただく、もういただく、もうほぼいただけてる。そうすると、おじが本当に借金がどれくらいいるの、どれくらいいるのとか言うわけですよ、うん、ただ絶対に弁護士や役所、親に相談したらとか言ったら、まだそれは下ごしらえが甘い、うん、もっともっといかないとっていうので、うん、こんな話は他の人にできないし、親とも仲悪いんだよねとか言って、おじに自分からいくら出すよっていうように仕向けましょう。あ、それまでには絶対自分からは、絶対、うん、で、その後アフターケアをしっかりしましょう、リリちゃんは書いてある、うん、だからその証拠に最初に言ったけど、リリちゃん逮捕されたの詐欺の幇助なのよ。そうそうそう、うん、詐欺本体ではない、つまり1億円いってるけど、ちょっとちゃんとマネプリやってない子がいたってことですね。そうなんです、アフターケアが足んなかったんです。そう、アフターケアが足りない子が捕まっちゃったし、まあ、もう一人これ別の事件でパパ活マニュアルを失敗して、趣味のない人に行きなさい、あれだ、そうっていう事件で、りーちゃんはあんだけ先生を教えてるのに、すごいね、車とかバイクが趣味のおじに行っちゃって、最後おじがね、最後全部車もバイクも売り払うわけで、なのに僕と一緒になってくれなかったって言って刺されて死んだの、女の子が。だからリリーちゃんの言うことマジで正しくて、そうですよね、一発ミスったら、うん、経営の中に行ったり死んだりするサバイバルの戦いなのに、なぜリリーちゃんの言う通りしないんだ。だってあれですよね、多分気持ち的にはボランティアだったり、うんうんうん、もうチャリティーだったり、推しアイドルだったりの気持ちでしょ。でそれがあなたがハッピーだったら、そのお金は全然進んで払うというか、うん、こういうお金 でいい気分に なってくる、うん、あ、やっぱり良くなったんだ、ちょっと危機出したんだと思って送り出すって感じですね、きっと。リリちゃん、まあ、1億円以上捕まった時
カプセルホテルで現金数千円しかなくて、身なりもボロボロで捕まるんです。してるしてる。まあ全部ホストに行っていた。ホストも捕まりました、ね。そうね、ホストの顔見た。ミックスですよね。そう。これ多分ね、YouTube の載せていいんじゃないかな。あ、いいと思います。もう報道、報道ベースだから。うん、全然。なんか。